ライリー・レヒトは、オランダ領アンティル・キュラソー島出身の野球選手。ウト右ミギウチ。現在は、オランダ国内リーグであるフー・フトクラッセの、キュラソー・ネプチューンズに所属している。1999年に、第8回ワールドポートトーナメントのオランダ代表に、選出された。第26回ヨーロッパ野球選手権大会でも、オランダ代表に選出され、優勝している。 2000年シドニーオリンピックの野球競技でオランダ代表に選出された。2003年に第28回ヨーロッパ野球選手権大会のオランダ代表に選出され優勝している。2004年にアテネオリンピックの野球オランダ代表に選出された。2005年に第29回ヨーロッパ野球選手権大会にオランダ代表として選出され優勝している。 2006年開幕前の3月には同年から開催されたワールドベースボールクラシックのオランダ代表に選出された。また、第16回アイブフインターコンチネンタルカップのオランダ代表にも選出された。2007年にはトール洋を獲得した。また、第30回ヨーロッパ野球選手権大会のオランダ代表に選出され優勝している。 2008年に北京オリンピックにおける野球オランダ代表に選出された。2010年に第31回ヨーロッパ野球選手権大会にオランダ代表に選出され、準優勝している。2015年は第15回ワールドポートトーナメントにキュラソー代表として選出された。ありがとうございます。